17社の、グループ企業をお持ちの中で、新しい経営者さん、若い経営者さんを次々と抜擢してこられて、10年目で23人の役員が誕生したということですが、その経営者に抜擢する人物の必要要件をぜひ教えてください。そうですね、はい、まず一つ目、はい、大事なことです。嘘をつかない。嘘をつかないこと。報告に嘘があっては意思決定がぶれますから、はい、ミスはミスでも、うんうんうん、自分のミスはミスとして、うんうんうん、認めて報告をしてくる、はい、ですね、はい、うん、嘘をつかない。嘘をつかないこと。二つ目が、はい、過去の実績、はい、それからこれからこいつに任せたらこういくだろうなと予測ができる人材、うん、なるほど、なるほど。実績がありなおかつ将来の伸びるイメージができる人材、うん、そうですね、予測できる人材、はい、はい、もう一つはその影響力、リーダーシップがあって、はい、やっぱり影響力がある人材、はい、ですね、はい、こういった人材が社内活性化していきますから。なるほど。それ影響力というのは数字のっていう、数字、もちろん数字を読み取ってそこから発信していきますからね、はい、数字には当然強くなからないか、はあ、数字に強くてリーダーシップがあるという。なるほど。そういうことですね。なるほど。まず嘘をつかない、はい、そして過去の実績があり、これからの予測が立つ人材で、3つ目が数字に強くてなおかつリーダーシップがある人材、これが絶対に必要な要件、リーダーに、そうですね、その経営者に必要条件ですね。必要条件ですね、はい、それ以外もいろんな条件ってやっぱあるわけですね。いっぱいあります、ね、あるけど、それ、はい、この以外の、これ3つ以外のものに関しては、はい、必ずしも絶対持ってなきゃいけないものじゃないと、うん、そうですね、はい、はあ、残りは、はい、その例えば教育していきますからね、はいはい、コミュニケーションの取り方であったり、はい、ですね、はい、いろんなことは、はい、後付けでもいいと、そうですね、うん、でもこの3つはもうなる前から備えておいてもらいたい、もらわなきゃなれないと、そ、ね、はい、それを育てながら来てますから、うん、はあ、して来たなというところで社長に、なるほど、なるほど、なるほど。ですからもうこの過程の中でほぼ意思決定してきてますからね、ええ、ある時突然ということがないと、うんうん、いうことなんですね、はい、助走してますから、はい、でもちろんその予備軍の方々にはこの3つだよ、この3つだよっていうのは常々会長がおっしゃってるわけですね。そうですね、ええ、ですから、まあ、オリンピックで幹部会議の時にはですね、はい、そういう話をしながら、はい、要は会社が大きくなっていくのと一緒にですね、はい、あなたたちも大きくなっておいで、うん、成長してこんね、うんうん、というこの一言ですね。なるほど。一緒に大きくなろうぜ。なるほど。アクセスジャパングループさんの経営理念を、経営理念とかその社訓ですかね、はい、このことを少しだけちょっと触れて聞かせていただいてよろしいでしょうか、はいはい、企業を成していくのにですね、何が一番底辺で大事なのか、それぞれの社員にですね力の差はあります、はい、ですから力があればあるほど高い目標にチャレンジしていきます、うん、もちろんプレッシャーもかけていきます、はい、目標も、はい、力がない成長過程の社員はまだここで悩んだりしていきます、うんうんうん、これをみんなで助け合って、はい、うん、この子を成していく、この社業を成していく、うん、助け合わなければ一人の力は何もできません、うん、助け合っていこうと、うん、助け合って、助け合うだけではなくて、はい、その業を成すというですね、うん、これが非常に大事なことです。なるほど、はい、そう思いですから、社訓はもう創業の時から、はい、本当にシンプルですけども、はい、助け合って成す、うん、これだけです。いや、私もいっぱい助けていただきます、はいはい、それぞれ凸凹いろいろあるけれども、はい、みんなが力を助け合って社の業を成していくと。そうですね、みんなの目標を達成していくと、はい、それが社訓なんですね。そうです、はい、我々このインタビュー、このコンテンツをですね、会長との対談の番組を100年後
私たちがもしかしたらもういないかもしれないこの日本の国のですね、100年後を担う未来の日本人たちにぜひ届けたいと思っているんです。平成25年のこの時代を生きた、そして何がしかの今アウトソース経営における経営の責任を持てるアウトソースという分野で一つの山を築いてこられた野田会長の言葉口からですね、その生き様やメッセージというものをですね、100年後の日本人たちにぜひ届けていただきたいなと思うんですが、はい、自分の力を信じていろんな可能性に向かってチャレンジングをしてほしい。でチャレンジしていく中でいろんな方たちと交わっていきます。そういう方たちと助け合って業を成してほしい、そして大きく成長してほしいと思います。会長、本当今日は大変貴重なお話を長時間あたっていただきまして本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。